名古屋の城下を少し離れました清水財花の村の八幡さんの今日は年に一遍のお祭り、朝早うから村人連中が八幡さんの境内へ集まってまいりまして、おい結構な祭りやな、ありがたいこっちゃなちゅうて祭りを楽しんでおりますところへ、向こうの方からブワー土砂を巻き上げて飛び込んできた一頭の暴れ馬、屋台店も何もかもひっくり返してバスーンバタンバリバリキャー、えらい騒動やったそうなわしゃ知らんけども、財の人ばかりですから魔の一頭ぐらいは止める人はいくらでもおるんですけれども、魔の蔵についたもんがうるさい、丸の中に三つ葉多い徳川御三家の御城門です、ちょっと町人百姓では手のつけようがない、ただ遠巻きにしてワイ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 と騒ぐ一方、いつまでたったらこの騒動が終わるとも果てしがつかなんだが、社の横合いからぼんやり出てきた一人の男、年の頃なら20と1に肩前下がりに着物を着て、足元危ないなぎなた草履、闇でもないのに鼻の下日本の提灯をぶら下げてぼんやり出てきたこの男、これが下代の主人公、花の村所や御左衛門のせがれでバカの大八、魔のそばまで近づいてドドドドドドえいと一声魔の背にひらりとまたがる腕前はアホとは思えぬ鮮やかさ、魔の上からにっこり笑ってあんまり騒いでもろうたら八幡さんにアイスマン、今日の話の始末はつける、どうぞ皆さんお静かに、思いもよらぬ鮮やかな腕に村人一度が驚いたん、馬の上では大八が同じ馬でもいろいろあって、うちの裏手の馬小屋につないである馬のこと思ったら、このがきゃだいぶに縄文じゃと文句言いつつ愚か者、出る青ば長くになると固めた原稿の背中でどっこいしょと横にこすりて、はい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 、戻りくるの尾ヶ花の村。お父っつぁん今戻ってきたで、上がれこっち、初夜の息子か名主のせがれか、その格好がよ、近所の子供はなつやつになったら自分で花ぐらい噛むのにおもれ、二十歳も二十一も成り上がって花の一つも弱みくさらんと、入ってこい。何もそないお父っつぁん滝屋の火事みたいにポン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 言わんかってええやないかい、今日は年に一遍の八幡さんのお祭りでな、ふん、アホでも祭りだけきっちり覚えてくさる、祭りはええけどもお前思ってな、あの立派な馬どないしたんじゃい、何、おうおう八幡さんの境内で拾ってきた、アホなことは抜かせ、あんな馬お前落とすやつがあるかい、落とすやつがあるかいって落とすやつがあるよって拾ってくんねやないかい、お前みたいに一日中火鉢の前に座っとってタバコばっかり吸うとって今日のお前八幡さんの騒動知らんやろ、そうそう見てみ、あ、あのガキな八幡さんの境で暴れ込んできやがって、うちの村人行さんの死人けが人や、ああ、もうじきになとにきょんであの馬ほっときょるかい、ぷらりついたもんうるさいもんやそうな、ああ、あの馬とにきょった時にお父っつぁん相手がお大目やと思ってな、お前理屈の一つもよう言わんと黙ってこの馬向こうへすっと渡してしまうというようなアホなことせんやろうな、なんちゅう言い方さらすんじゃその言い方は、お前らのようなアホにわからんな、五分五角の人ならお父っつぁん言うだけの口もおっとるが、昔からお前泣くこと自頭には勝てんと言うてな、相手は百万石のお大名や、一時は勝ってもやな、後でまたどえらいただりが来るんじゃ、アホのお前にわからん、お父っつぁんに任しとけ、
そら任せんで。何任せん、そら任せんわ。そんなこと言いとったらあかんで、お父っつぁん。ああ、そらな、向こうは百万石のお大名で、こっちは百姓で大きな身分に開きがあるか知らんけどもな、法は天下の大法中って、お前理屈に二つないの、お前わからんか。なんでお前そんな今日ええこと言うのや。え、ほんならお前あの馬取りに来たらどうしたらええ。どうしたらええって、お前それくらいのことわからんのかい。わからんとあれば俺がこれから教えたるから、よう聞いとれよ。えらいことになってきたもんな。おい、アホに物聞かんならんて、ほんましゃない。お、聞くで、俺は聞こで。諸屋と狛江となったらな、赤の他人でも親子も同様やな。お前がお父っつぁんなら、何百何十の村人は皆我が子も同様やろ。そうや。そのお前我が子とも言うべき村人がやな、あの馬のために大勢の死人けが人が出たな。馬取りに来た時にお前が文句の一つもよう言わんと黙って、この馬スーッと渡してみな。村人の立場がどこにあるんじゃい。道でおてもお初夜の旦那こんにちは、お名主さんこんばんはちゅうて、お前に頭下げとんのはな、勘のせや虫のせとちゃうで。こんな時にな、お前に理屈の一つ、また文句の一つも言うてもらおうと思えばこそ、お前に頭下げとんのやないかい。な、その村人のこと考えたらんといかんで、お父っつぁん。上に立ったら立つようにな、もうちょっと頭働かさんとあかんで。もっと細こう言うたってもええねんけどな、今日はお前あんまり時間も25分不審けないし、まあまあこのくらいで辛抱しといたるけども、もうちょっとお前も考えてええものせんとあかんで、お父っつぁん。え、お前みたいな親もったらわいも大概苦労するわ、ほんまに。えらい割に苦労かけてすまんの、ほんま。プロクさんに出しやがって、ほんま腹立つのき入ってこい。話の折から表の方、御馬部屋の看板をまとうた栄吉直助という二人の別当が、表の障子をガラッと上げて、ごめんよ。ちょいと物を伺いますが、花の村の大八さんのお宅はこちらでございましょうか。お尋ねの大八はわいや、本家本元ここにおんねん。なんや。へい、あんさんですか。わいや。城内から参りました栄吉直助という別当でございますが、実は、今日のお昼前に、馬がご当村に暴れ込んでまいりまして、大勢のけが人が出ましたそうで、誠に何ともお詫びのいたしようもございません。事の起こりはこう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 いうわけ、まあ、指南番の失敗で、後日また改めまして指南番堂々でご当村へご挨拶には伺いますが、とりあえず別当の責任上、馬だけはいただいて帰ろうと思うて、我々二人がやってまいりました。我が旦那、どうか一つこれへ馬をお出しを願いとうございます。黙って出してくれりゃいいんですがね、なんぞかんぞと言われてみりゃ、御馬部屋の別当というものはとかく希少の荒いもんでね。ほら何しとるか。肩からこの奥手の方へベーッと掘ったこの入れ墨をチラッチラッとこう見しといて、ほらこんなにうるさいねんど、出した方がときゃど怖いどと言わんばかりに、なんぞかんぞと言われてみりゃ、御馬部屋の別当というものはとかく希少の荒いもんでね。出した入れ墨をじーっと見て大八が、綺麗な絵やな。あ、答えはこいつ、ほんまに、あの絵やんに直やんとか言うたな、あのお前らすまんけどな、まあ欲しかったらいっぺん城内帰って、もうちょっと頭の切れる腕にこの南蛮鉄の入ったしっかりした人に来てもろてえな。あ、お前らみたいな人間な、何百何十個目の数ほど来てくれても論にも悔いにもかからんわ。あ、カスのピンではな、えらい遠いとこわざわざ来てもうてすまなんだな。まあこれにこりんとまたちょいちょい来てや、おおきにご苦労でした。さいなら。希少な荒い御馬部屋の別当を捕まえて、論にも悔いにもかからんカスのピンチなことぬかした。怒るまいことかい、ええ子に直子カーッと来て、おう来てまい。言うより早く両方からベーンベーンと来たのも早かったが、どこに呼吸があったのか、さっとかわした身の軽さ、トントンのめっていく直と栄子の両手をガッと掴んで、アホなことすなやい。横で見とったお父っつぁんが、うまい、お、セリの番組飛んでもうた。表で見とった村人一同が、おーい若旦那、日
本一ちゃん、いいとかんぞ大八さん。ちょっとみんな乗り立ってや、乗って乗り立って乗り立ってや、あのな、来るときブラブラきよったけども、帰るときはいっぺんに帰るちゅうとね、そこにおったら邪魔なっていかん、乗り立って乗り立って、おい、若旦那、掘り込んで掘り込んで、待っているところへ、ええことなお子を引っ張ってきて、夜の雲ならおととい、おい、借金取りなら先にうせえ抜かして、ブーンと蹴飛ばしたら、つつ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 つ、ばったり倒れた、起き上がろうとするところへ、待っていたとばかりに村人一同が寄ってたかって殴りょる蹴りょる、直と英子二人ともフラフラなっとる。もうちょっと待ったて待ったて、ああよーけ平井子行きよったな、そないてもたらお前伸びてまいよるやないか、ああかわいそうに。ええや直や、おんま部屋の大将、はい、お前らどこも怪我せなんだか、おぎりありがとう。おかげで一人前の怪我咲いてもらいました。もう二度とここへ来なよ、方角向いて正面もするかい、ほんまに覚えとるよ。城内へ戻ってまいりまして、部屋頭日車軍事にこうしかじかと話をした。二人の話をじーっと聞いておりました日車軍事が、何思ったのか二人の横面をバッピン、なんで来ない今日よ、どつかれんのかいな、ほんまに。バカ野郎、誰がお前らにそんなこと言えちゅうた、え、誰がお前らに馬を取りに行けちゅうたい。お前らの口上を聞いてな、そうでございますかと馬を出すような人間なら普通のアホじゃ、出さんところを見たらうるさいわい、そのアホは。よし、事の全額はとにかくとしておいて、本間部屋の別当が百姓不全に痛めつけられたとあったんじゃ、俺の面目にも丸つるだ。よし、日車軍事が後押しだ、これから仕返しに行くんださ、二人とも乗れ、乗れ、こんといたい。乗ってどうする、どうするってやつあるかい、行くんじゃ、花の村へ。ええ、あのアホんとこへ。そうじゃ、これから俺がついていってな、おかげで一人前の怪我をさせていただきました、ありがとうございます。医者に見したところが、傷が急所で助からん蛇の生殺しはヤクザ稼業の大禁物、あんたの手ずからしと思いに息の根を止めてもらおうと思うてやってきました。若旦那、どうかすっぱりやっておくんなさい。夫、あんたの命の取りようによったなら、この日車軍事自慢でもったこのドスがちょいと物をば言うほどに返答を聞かしてもらいたいと、俺がこう言ったらな、相手は百姓だな、俺の売れた名前と度胸に驚いて悪かったと言って謝ったら、馬と金の2、300両をもろうと戻ってくるんだ。さあ、乗れ、こんといたい、乗れ。もうそれやったらもうここで寝てますわ。何、なかなかそんな、あんた名前さしアホとちゃうで、あのアホは。へえ、あっさりいてくれちゅうたらね、へえ、よろしゃあつうちゅうて、あんたブスッと言っきょんがな。あんた見る方や、わしは行かれる方や、危のうて行けるかい、なんなもの。もうここで寝てますわ、情けないこと言うない。それ担げ、やれくだせ、特攻者、よいしょ。肩に担いだそのといたん、ゆらりゆられて城内から、花の村まで来る途中、乗った二人は気楽なやつ、あまり気持ちが良かったのか、傷の痛さも打ち忘れ、戸板の上で直と栄吉顔見合わせて、いや、なんじゃい、なんと気楽じゃないかいな、浮世がママになるなれば、俺とお前がこのままでお伊勢参りがしてみたい。はと、そうなんじゃお前、花の村なる入り口まで、人で小山のつくごとく、売れた顔役また格別。ごめんよ、ごめんよ、と一度が散乱する。落ち着き払って日車軍事、表の障子をガラリと開けて、へへへへへ、若旦那ごめんよ、
火鉢の前では愚か者、愛も変わらず着せる片手ににっこり笑うて、へえおいでやす。直人栄吉と板の上で、兄貴あの声気にせんよ。ほらまあのおいでやすってあんまり気にしてしもたんや、気にしたらあかんで。ごめんなさいと上がりが町へ腰下ろす。わら旦那、お初にお目にかかります。私は名古屋の馬部屋の日車軍事と申す者、直人栄吉二人のやつ手ひどい目に合わされて逃げて戻ってきたゆえに、医者に見せたが傷が急所で助からん。蛇の生殺しはヤクザ家業の大禁物、あんたの手ずから人思いに息の根を止めてもらおうと思いまして、担ぎ込んだるこのといたん、お手数はなはだ恐れいる。すっぱりやっておくんなせよと若旦那、命の取りようによったなら俺が自慢のこのドスがちょいと物をばいうほどにへんと聞かしてもらいたいと、じりりと前に詰め寄ったときに、驚くかと思いのほかお目もお癖も驚きも咳も慌ても痛さばこそ、愛も変わらず着せる片手ににっこり笑うて、へえよろしやす。直人栄吉さああかんこない抜かすと思っとったわ、ほんまに怖いの知らんのかいな、こいつだけはほんまに。料理するには獲物がいる、ちょいとお待ちを願いますと、あれから出てきた台所、取り出しました八寸三分のサビだらけの出刃包丁、ぐっとつかんで今日はあんたの厄介者、こんな恐ろしい品物めったに使うまいとは思っていたが、やかにゃ治らぬど根性の、磨けど磨けど地が鉄なれば折り伏しゃ地金のサビが出る。どうぞしっかり頼んますと、因が含めて出歯片手に出ようとしたら、てて親が待て、アホな言葉するじゃない、喧嘩の相手が悪すぎる。名古屋一なる二個すぼじゃ、現在我が子がわしの目の前でなぶり殺しになるやつを、親の身として高みの見物なぜべきよ。今日の話の始末はつける、待っておくれと止めるその手をペイン、振り切る第八にっこり笑うてお父上。お前今何言うた？え？今までちゃんよお父ちゃんよちゅうとったお前が今何や言うたな。お父上ちゅうたな。それは一体何じゃい？出ていた日本の提灯がいつの間にやらつるりと入る。決して心配ご無用です。今からちょうど3年前、無断で家出をした時に一刀流の指南板、山の内左京先生の手元に置いて習いましたる剣術は、ちょうど免許改伝腕前です。お別れいたすその時に左京先生のお言葉に、剣術は町人百姓にいらないものよ、我が身を守る武器とせよ、一家親類親兄弟や、かつは我が身に降りかかる大難起きたそれまでは、決して出すな手の内をと言われた師匠の言葉に従いまして、今日が日までお父上、悪いこととは知りながら
からなっていました偽の馬鹿何百何十村人のためここで腕前表したとてよもや恩師の言葉に背くまいお父上人とこの世に生まれてきたらどうせ一度は死なねばならぬ水で死ぬのも火で終わるのも刃にかかって倒れるのもって生まれた寿命じゃないか生まれてすぐに死んだと思や今日まで生きたが丸もほんと伏せたる壺皿も蝶と出るのか挟んで得るか開けてみなけりゃわからない祈るかそるかじゃやってみようお父上私もあんたの子じゃないかどこにお愚かがあるものかここでゆっくりご見物と言われた親父が有頂天ハゲた頭に湯気ポーポーなんじゃ知らんがこのアホだけはややこしアホじゃと思ったわやい親父も後からついてくるお待たせしました日車さんぼつぼつ料理にかかりましょうええやんなおやん助けてやったその命お前の方からわざわざと板に乗ってまで捨てに来るとはご苦労さん死神ついたか地獄の底から来い来いとお玉じゃくしで招かれたのか望み通りに息の根止めてやるから観念しろしかし出歯がちょっと錆び通る少々いとてもしんぼしや何を抜かすでやこのガキはほんまに直と栄吉さあかんと板の上で泣き出した兄貴話はどうなったはよ出てもらわにゃ収まらん日車軍事がしゃらくせい取れるものなら取ってみろと抜いた長戸好き先をあばらの三枚目にぴったりとあてがわれ咳も慌ても痛さばこそ親方話はだんだん面白なってきたあんた地獄の火の車で俺は浮世の第八車どっちの車の辛抱に刺した油が長持ちするかやってみようじゃないかいなと言葉の終わらんそのうちにえいとしたかえバツおろしたところでちょうど時間となりました終わり第八義教団前編の巻は誠にご無礼でしたのまずこれさあ駒蔵さん終わり第八でございました終わり第八と言いますと駒蔵さんの師匠の又師匠初代の駒蔵以来広沢家のお家芸としてけれんものの名作として伝わっております千変万化する節そしてリズミカルな語り口お笑い浪曲の真骨頂をたっぷりとお楽しみいただきました、それでは今日は駒蔵さんの終わり第八また来週をお楽しみください。